武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は香川大学の2016年の入試について話していきたいと思います。大きな傾向の変化に関しては英語が、ちょっと、まあ、大きな改定があった、形ですね。まあ、それ以外は割と、例年通りという形には、なっています。でまずその英語についてなんですが、あの大問1、こちらがですね英文で、出題されて日本語で答える形式だったのが英語で出題されて英語で答えるという形に、変わりました。ここが大きな変更点ですね。まあ、それ以外の部分に関しては、まあ、例年通りという形なんですが、まあ、要は英語で答える部分が、増えた分ですね、まあ英作文の、まあ、優先度というか重要度が、まあ、例年以上に上がったという形ですね。まあ、なので英作文の強化はまあ最優先でやっておいた方がいいかなという形になります。大問数自体は同じで、まあ、例年通り自由英作文が割とここは難易度高めなので、まあ、それを踏まえるともともと英作文は結構やってるはずなので、ただその形式に面食らうかどうかっていうところだけかなというところだとは思いますので、まあ英作文、まあもともと香川大学受ける人であればちゃんと強化しておけば問題ないかなと。ただこういう形で出るよってことだけ意識しておいた方がいいかなという形ですね。で続いて数学、なんですが、まあ例年通り、まあ微分積分、や図形の範囲、ですね、まあ、グラフ図形範囲が結構品質で、まあ、記述、証明図示、の範囲が割と、品質なので、そこはやっておいていいかなと。で複素数平面に関しては今年度特に2016年に関しては出ていないんですが、まあ、ただもともと図示問題が多い、証明問題が多いというところから考えると割と出題する可能性が高いかなと思いますので、ここはちゃんと対策しておいた方がいいかなというふうに思います。で基本的に出てる問題に関しては割と標準的な問題、まあ、工学部や教育法農学部に関しては割と標準的な問題が多いんですが、医学部医学科に関しては割と難易度高めの問題が結構出ていたりはしますので、やはりここ医学部医学科を受ける場合には結構難易度高い問題まで対応しておく必要があるかなというふうに思います。まあ、傾向そのものは割と、例年通り、になっていますので、まあ、論述でちゃんと描写できるようにっていう点と、あとは、まあ、計算速度、計算力っていうのはしっかり強化しておく必要が、あるかなというふうに思います。証明問題の対応もしっかりやっておいてください。続いて国語、に関してですが、国語はまあ、まあ、通常通り論述対策さえしっかりしておけば問題ない、難易度ですね。で、まあ、小説が出ますので、小説の対策、しっかりやっておきましょう。でまあ、内容説明、口語訳、まあ、古文漢文ですね、についてはしっかりやっておけるように、ということですね。で評論小説どちらも、まあ、内容説明の問題はしっかりやっておかないと、まあ、いけないかなというところですね。まあ、分かりやすく説明する能力っていうものが、ちゃんといるので、要約練習、内容説明、に関してはしっかりできるように心がけてください。で理科に関しては、まあ、標準的な問題が中心で、まあ、国立というか記述で出す形式ならではの、やはりちゃんと論述だったり図を書いたり描写する能力ですね、あたりはかなり強化しておく必要があります。で科学が結構計算が多いので、計算練習はしっかりやっておくように心がけてください。はい。でまあ、生物も論述、多めなので、まあ、一個一個の実数はそこまで多くはないんですが、論述する問題数が結構多いので、そこの対策もしっかりやっておきましょうという形で、傾向の変化はまあ英語が、特に、まあ、変更がありましたが、それ以外は特別大きな変更はありません。ただどこの入試問題、どこの科目に関しても、基本的にやはりその難易度がそこまで高くない分ですね、ちゃんと点取らなきゃ、ちゃんと対策しなきゃ、他の受験生と差がつけられてしまう可能性が高いので、そこの対策はしっかり心がけておいてください。以上が香川大学の勉強となります。